赤羽駅全然覚えてないたら大変で反対方向乗って2番ホーム西川口の駅到着頑張って階段登る道案内なのに迷ってこちこち歩いていきます文通ホテルは環状線通り両方取ってなってるから何だっけ京浜東北へ乗り換えているという やはり手袋してるとダメなのか京浜東北線は1、2番ホームだって1、2番ホームかなり昔に使ってたことはあるけど全然覚えてないな全然覚えてないすごいなあ、これあれかどっちだっけ京浜東北線いいエスカレーターあれば助かるなありがとうございます。なかったら大変でございます。マジで。降りる失敗です。反対方向乗っていくとどこだっけ。西川口だから川口方向でいいんだよな。6階上。6階上。階上階上。はい。2番ホームだ。当たり。当たりです。2番ホーム電池ブロックの上で立ち止まったり物を置かないようにお願いします西川口の駅到着これから階段登る階段登るエレベーターちょっと遠くみたいだから頑張って階段登るよいしょ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 エレベーターが上り口から降りてくんだよ、ね、よいしょ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 いや重いからよでもってどっち降りればいいんだろうかどっちだと思う道案内なのに迷ってる多分戸田方向あっちね戸田方向はい改札出ましょう行ってらっしゃい行ってらっしゃいはい行ってる行った行こう行こうピコピコで、感じ持って上向けるたぶんこっちねオートセンターこっちよエレベーターないんかいあったエレベーターあるスマホが邪魔はい、どっちエレベーターさんどこエレベーターさんいたこれからレオフォトのショールームまで歩いていきますここはロータリー西口かな西口ロータリー
どうしよう。方向はこっちなんだよね。マップで行くとね、ここは大通り行くんだ。大通り行ってみる。で、こっからはタイムシフトで行くよ。タイムシフトね。で、今西川口の駅でござんす。今何分？今何時？そんなに遠くないから、10分も歩けば多分到着すると思うよ。ドンチホテがある、ドンチホテ。駅前の大通りまっすぐ来て、で、信号左曲がった。斜め左に曲がる感じね。多分これでいいはずだよ。ニトリが見えてきた。ニトリ、これもう一回左曲がるかもしれない。信号、何信号だ。わからん、わからん。環状線通り、環状線通り信号機、ここの信号機わかんない。交差点、多分こっちでいいはずだな。ストップレコーディング。ニトリが大きく見えてきた。確かこの中にいろんなお店がある。その先の信号の左側だったと思うんだ。なんとなくかな、なんとなくマップで見ただけだ。それにたどり着けるかな。途中早送りな。このでかいニトリが目印だな。建物は園児の建物だったと思ったな。ちょうど信号機のところにガソリンスタンド、ガスステーションあるから、そこの真ん前、以前は巣鴨信用金庫だったところだ。ニトリ、ニトリ両稼働、ケーズ電機、中華屋、あり中華屋、ここ中華屋。あ、鼻水が。セルフのスタンドの前、これだね、これ。タイル張りの展示の建物、これだよ。あ、そう、当たり、レオトとなってる。赤信号でござる、赤信号でござる。はい、こっちはいいのかい、渡っちゃってまずいよな、まずいよな。はい、行きましょう。え、あら、あら、閉まってる、閉まってる。どっから入ればいいの、これ。
あらららららどっから入ればいいの？はじゃぱー、どうなってる？この裏、あ、ここここ、ここに書いてある、ほら、裏裏手の入り口なんだって。ああ、そっかそっか、こっちから入ってくださいって。え、あったあった、ちょっとドアが隠れて見えないからね、っていうことです。営業中、今何時、ストップ、もう内部入っちゃったよ、内部入っちゃったよ、こんななってるよ。えい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 、おいね、もうみんな来てるんだろうね。Thank you.